はい、皆さんこんにちは、マンション業界、新築マンション業界7大タブーの今日は6でございますね。マンション部門は暴流です。主流じゃない暴流です、という話を少ししたいと思います。これはどちらかというと財閥系の不動産会社に限った話でございます。まあ、非常に分かりやすく言いますと、三井とか三菱、住友という、まあ、分かりやすい財閥系大企業がありますよね。で、三菱地所なら三菱地所レジデンスっていう会社がマンションを分譲してるんですが、ここは三菱地所の子会社ですね。子会社で、まあ、住宅開発をするということでレジデンスという名前がついてるんですけども、社内はですね、こうピラミッド構造になっておりまして、一番頂点は何かと言いますと、三菱地所から出向してくる人たちですね。で、彼らはもう超エリートでございます。三菱地所という会社は東大の方、東大ご出身者、慶応ご出身者で、まあ、二大派閥でこう順番に社長を出しているというふうに、まあ、私は理解をしているんですけど、でそういう中で、まあ、子会社ですね、三菱地所レジデンスというところに出向に来られる。で、暴流なんですよ、その住宅開発というのは。で、彼らにとって本流は何かと言いますと、まあ、彼らは、まあ、丸の内大手町の大家さんですから、そこの部門、そこを、まあ、統括する部門にいるっていうのが一番でしょうし、丸の内大手町を開発してるっていう部門が一番の花形じゃないかなと思います。まあ、なんていう名前か知りませんけどね。で、そこにまあ一番のエリートたちが行って、まあ、ちょっと行ってこいよっていうことで、まあ、レジデンスに来るわけなんですよ。で、レジデンスに来て、まあ、何年か経って帰って、まあ、そのまま、どうですか、親会社の出世階段を上ってる方はいらっしゃるんで、まあ、島流しではないんですけども、別にその本流じゃないわけですね。三井不動産も同じでございまして、三井不動産レジデンシャルという会社が、まあ、マンションをやったり住宅を開発したりしてるわけでして、まあ、親会社三井不動産から出向に来ると、まあ、三井不動産は慶応罰だと言われてますけども、まあ、まあ彼らはエリート前としてますよ。とっても頭いいし。で、住宅開発をすると当然こう売らなきゃいけないですよね。売るという時にはその普通の人に売らなきゃいけないですよね。もちろんあの都心で売ってれば富裕層を相手に売るんですけども、まあ、三菱といえども、あれですよね、郊外でやったりもします。郊外でやったりもしますと、そのってなると年収数百万円の人たちを相手にしなきゃいけないわけだって。エリートさんたちにとってね、年収500万とか600万のその辺の中小企業のサラリーマンっていうのは、まあもう下界の人なんですよ。そういうの別に、だからなるべくその相手にしたくないと思ってらっしゃるんで、どうなるかっていうと、さらにこうピラミッドの下の組織に販売会社っていうのがございます。で、昔は三井不動産販売とかいう会社があったんですけども、それ全部レジデンシャルに吸収されてしまって、もうそのね、そのマンション財閥系マンション開発会社がピラミッドになったんです。三菱地所レジデンスって非常に面白い会社で、トップはさっき言ったように地所から降りてくる人たちで、2番目の層が、まあ、プロパーですね、三菱地所レジデンスという名前で採用された人たち、まあ、そんなに多くないですね、ここ10年ちょっとの会社ですから。で、まあ、その次というか、まあ、年齢的には上なんですけど、昔三菱地所不動産販売という会社があったのかな、まあ、その系統の販売会社系の人たちがその仮想にいて、まあ、この人たちが本来はその遠藤さんを現場に、販売現場に出て遠藤さんを相手にしていたんですけども、この人たちもさらにそのあれですよね、遠藤の相手したくないんですよ。もう遠藤の相手をするというのはこのマンション業界の中にあって一番その底辺の仕事なんですね。まあ、専業とは言いませんけども、まあ、まあ嫌われしようと汚れしようとです。まあ面倒くさいからです。さらに次女の場合はもう年齢はだいぶ上がってるんですけども、東和不動産という会社があったんですね昔。一時はマンションの分譲で、
3位ぐらいに入ってた時ありますね、20、30年前は。まあ嫌な会社でしたけど、ここが吸収合併されたんですね、10年ぐらい前ですかね。でその人たちがいて、まあこの人たちもう高齢ですよ、もう僕ぐらいが中心じゃないですかね、50代が中心で、でまあこの人たちも拾われて、拾われたというか吸収合併されたんで、この条件で雇用してあげるよって、嫌ならやめろって言われた人たちがいます。まあ厳罰強いです、もうすぐ党は、この人たちは。で、まあ、そういう構想になってるわけですね。で三井不動産レジデンシャルの場合は、そのそういう人たちがいないん でさらにその販売会社の下についてたおばちゃん部隊ってなりまして、おばちゃん舞台、まあ、子会社みたいなもんなんですけども、そこからこう、まあ、業界用語で黒子っていうんですけど、その人をまあ派遣してもらってモデルルームにこう置いて、それで接客をすると。すでにその三井不動産レジデンシャルの人はほとんどあんまり現場には出てこない、どん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 こう下を作ってですね、押し付けてってるわけですよね。それだけ要はエンドの相手を嫌ってるわけなんですよ。だったらやめろよと思うんですよね。エンドさん、エンドさんって言ってますけど、要はお客様ですよ。マンションを買ってくれるかもしれないお客様、もっと大事にすべきであって、なんでエリート出てこないのといつも思いながら、私なんか見てますけどね。でしかもそのマンション開発部隊自体が、例えば財閥系の不動産会社にとっては暴流なわけですね。暴流でもう本当にもう都市開発じゃないよ、ビル開発じゃないよというのさらにそこからまた下へ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 、で最後はエンドの相手、まあさらにその下があって、その下は管理会社なんですよね。もうだからものすごいピラミッド構造を作って、で住友不動産っていう会社はそれをその、まあ、どう言いましょうかね、社内ピラミッドなんですけど、そのどう言いましょう、一つの会社法人で、やろうとして、いましたね。まあでもなんか今どうなってるか分かんないですけど、でも結局ね、こう外見を変えたところでそういうピラミッド構造っていうのは変わらないんですよ。一番上は大家産業都市開発で、オフィスビル部門管理部門があって、で住宅開発部門があって、その下に住宅販売部門があって、その下に管理部門があるという、こう実にこう何ていうの、いびつな、奥から見るといびつな構造で、彼らから見ると非常に合理的な、賢い人間はエンドの相手しないという構造になっております。はい、皆さんどうもありがとうございました。